目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。同志様。一躍有名人だな。そうですね。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。本当？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん、どうかしたのか？なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって？まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど汚れってこんなに？はい、人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあ、こちらへ。本当、綺麗な湖だな。ああ、だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディーレイクの街は汚れてしまっている。うん、俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディーレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、ペン族の加護がないことをなんとなく感じるでしょ。うん、伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのにここでは何も。ライラ、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。はい、お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言える存在、最下の剣士。最下の剣士。
私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの兵馬が跋扈する背景には異常に汚れを持ち、その汚れで兵馬を生み出す最下の剣手が存在していたのですわ。最下の剣手は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの最悪をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曽有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その最下の剣手っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけどそいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、最下の剣手が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って最下の剣手に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか、スレイが倒れる前にね。はい。
世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのがなんか不思議だけど面白いよな。はぁ、スレイほど世間知らずな同志なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他のものにない特別な力を発揮できるようになったのです。なのでその制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ？特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えば分かることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。あれは？おやつ作り完了だ。戻ったな、同志殿。飯の支度できてるぜ。ありがとう。さあ食うぞ。あー、お腹いっぱい。いい食べっぷりだったよ。美味しかったけど、本当にタダでいいの？まあいいとも。ありがとう、おじさん。同志殿、これアリーシャ殿下からのお届け物だよ。え、なんだろう。これは手紙と俺の剣と荷物と服。ちょうどいい、着替えなよ。
君ちょっと匂うぞ。そうします。見えぬ天族と本当に交流を持っていると理解したとき、湖の乙女の聖剣を抜いたとき、あの祭りでの暴動を見事に沈めたとき、私の胸はこれ以上ないほど高鳴った。そこで私に浮かんだ言葉はありがとうだった。おかしいだろうか。やはり手紙ではうまく伝わらない気がしてしまう。もう貴殿は同志として世界を救う旅に出てしまうのかもしれないが、目が覚めたのならぜひ我が邸宅を訪れてほしい。追伸、送った服は袖を通してもらえただろうか。伝承の同志の衣装になぞらえたものだ。気に入ってもらえると幸いだ。アリーシャさん、いい方ですわね。うん、お礼を言うのは俺の方なのに。じゃあ行ってちゃんと話すといい。まずはそれだな。行こう。また来てくれよな、同志殿。うん、それじゃあ。思ったより動きやすいな、この格好。一見儀礼風だけど実用的に作られてるね。はい、旅にもうってつけの服ですわ。
行くぞ。これどうだ。行くぞ。逃がされないのか、みんな。行くぞ。襲撃天狼派。これで勝利だ。祭りが終わって町もちょっと落ち着いたな。代わりに同志が噂になってるね。これは同志殿、アリーシャ様にご用ですか。今ならテラスにおられますよ。ありがとう、行ってみるよ。スレイ、来てくれたのか。アリーシャ、同志の装束よく似合ってるな。ありがとう、孫にも衣装だからな。しつこいな、ミクリオ。事実でしょ。もしやそこに天族の方がおられる。そうだって言っても信じられる。正直あの聖剣祭の出来事があるまでは信じられなかっただろう。それに出会った当初、君のことはなんていうか、その少し変わった人と認識していた。まあ事実だね。ここにいるんだ、ミクリオってのが。これまでの無礼を許していただきたい、天族ミクリオ様。別に無礼とは思ってないから。無礼だなんて思ってないって。そしてここにいるのがライラ、みんなが湖の乙女って呼んでる人。君は本当に同志になるべくしてなったのだな。それに引き換え私は、我々はこれほど身近に天族の方々がいてもどうすることもできない。それは違いますわ。
聞こえないって。スレイさん、アリーシャさんの手を握ってみてください。え？うん、アリーシャ、手を。これでいい？聞こえますか？聞こえてないみたいだよ。ではスレイさん、目を閉じて。あー、アリーシャさん、聞こえますか？ダメみたい。スレイさん、目を閉じて。今度は息も止めてください。アリーシャさん、聞こえる、女性の声が。本当に？アリーシャさん、私たち天族はあなたたちの心を見ています。万物への感謝の気持ちを忘れないでください。私たちは感謝には恩恵で応えます。決して天族をないがしろにしないでください。その心が汚れを生み、最悪を生むのです。大丈夫さ、アリシャ、君の感謝はちゃんと届いて。なんかもっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。スレイさんがもっと私の力に馴染み、器としても同志としても力をつければ、これほど知覚遮断する必要はなくなると思います。それじゃあ俺が同志として力をつけたら、天族の声をみんなが聞くことができるのか？いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そっか、そんな単純じゃないみたい。だが私でも言葉を交わせた。天族は間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけでドキドキする。伝承はおとぎ話じゃない。よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから、用があったら知らせて。それじゃあ。あ、ではまた。スレイさん、探検家の虫が騒いだのさ。慌てないで、遺跡は逃げないよ。え、よくわかったな、俺が何考えてるか。抜け駆けはさせないって言ったろ。さあ、どうするんだ。もう一度町を回ろう。きっとどこかに手がかりがある。わかった。
Yeah, so this is good. I did trade it something, what I gave to them earlier, and now... I know I'm walking slow, clearly. I don't know why. I know it has to do with what they just gave me, but I don't know how to get rid of it. That's good. It's probably for the tutorial for the shop, I guess. ここは確か転移見聞録に。よし、これでこの辺りの地形はつかんだっす。気をつけろ、妙な奴がいる。亀の兵馬か。誰が亀兵馬っすか。おいらは亀人っすよ。亀人天族なのか。亀人は亀人っすよ。
見てわかんないっすか？あ、そうなんだ。ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。仮面人を見るのは初めてっすか？うん。ただの田舎者みたいっすね。無礼千万だけど、亀は万人の心で許してあげるっす。それはどうも。おおらかなんだ。当然っす。亀人の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたんだ？ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。そういえば、僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天意見聞録の図版はかなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんならオイラの地図を売ってあげてもいいっすよ。お得情報が亀盛りっす。ありがとう、助かるよ。マイドリス、買ってもらえてオイラもラッキーっす。絶景ポイントが近くにありそうだ。スレイ、ちょっと考えをまとめないか？そうですわね。ミクリオさんとちゃんと相談してみては？